いただいています。題名がちょっと長いな。うん、大丈夫かな、読まないでおきますね、ちょっと長いんで。そうですか、新人お二人はゴールデンウィーク中はお休みなんですね。初泣きはどの番組だろう。南国だけはないな。チルナーネームヒデボーですって。いつそんなこと言いました。どこからこの情報を得てます、ヒデボーさん。まあ一応ね、あの仮配属の新人ちゃんたちは、まあそれは祝日とか土日は今のところはまだお休み、はい、そうですけど、どこで得たんですかこの番、この情報、怖いですね。新しいもの好きのヒデボーさん。テーマありえない。皆さんご存知ですか、この番組のタイトルの意味を。日曜日のまったりとした時間帯にくつろぐ、のんびりするという意味のチルという言葉と、ドキドキするような時間をリスナーの皆さんと過ごしたいという思いが込められたタイトルなんですよ。そんなまったりした時間をリスナーと過ごせる喫茶店みたいな空間を作りたいって思ってたと思う。ホール係のあやちまも、キッチン担当の直也くんも、オープンする前はお客様とカフェオレやスイーツを食べながら、今日はこんな素敵な人との出会いがありましたとか恋愛の相談に乗ってくださいなんてお話をするはずだった。ところがいざオープンしてみたら、来るわ来るわ、手に一升瓶を持って酒の匂いをプンプンさせたようなおっさんや、奥さんになんで私が怒ってるのかわかると聞かれ、え、怒ってたのと言ってしまい、火に油を注ぐような愉快なおっさんたちの群れ群れ群れ。やだ、ビラデウィーケンドの時はこんな人たちいなかったのに、どっから湧いてきたの。そんな虫みたいな言い方して。こんな人たちがカフェオレやスイーツを頼むわけがない、口々にぬるかん人肌でとか、肉豆腐豆腐抜きでとか、ただの肉やん。メニューにないものを頼み始める。ましてや素敵な出会いなんてするはずがない。恋愛の相談なんてもしあったとしても、先日合コンやった時に気になった女性に今度飲みに行こうよって誘ったら、私お酒苦手なのと芋焼酎ロック3杯目を飲みながら言われたとか、せいぜいそんなことぐらい。その上勝手に店の前で焚き火を起こし、すっぱだかで踊り回るという異様な世界観が出来上がるという始末。全裸で聞いてますっていうメールありましたね、以前ね。チルドキはいつも全裸で聞いてますっていうね。こんな絶望的なありえない状況に、あやちまや直也くんは立ち向かった。とりあえず店の外にたむろする、内面は優しいが外面はマッドマックスのヒューマンガスみたいな人たちに、とりあえず一疎通できるように言葉を教え、服を着てもらい、女性やお子様が立ち寄りやすいようにしました。その甲斐あって、番組の両親である天使チルナーや内面に危険な香りを漂わせる人も何人かいるが、女神チルナーも確実に増えてきて、少しずつ店内の風気も良くなってきました。最近ではチルナーさん怖くないから出ておいでという新コーナーもでき、新しいチルナーさんも増えています。まあよくご存知で、本当にそういう意味で言ってます。はい、大丈夫だよ出ておいでの大丈夫だよを、あの言ってないだけです。あやちま直也くん、これからも多くの人が気軽に寄れる、気が向いた時にスイーツを出す居酒屋を繁盛させてね。待って、ありえないのメッセージテーマ全然気にしてないなこの人。今気づいたけど、あ、素晴らしい文章力、文才ですね。ちょっと久々にヒデボーさんの文才に触れたような気がしますね。いやー、なるほどね、気が向いた時にスイーツを出す居酒屋、わかりました、これからも繁盛させたいと思いますので、皆さんもご協力お願いいたします。